メキシコ軍、メキシコ軍、メキシコ軍は、メキシコの軍隊。メキシコは、陸海空3軍を統括する、国軍最高司令官、元水に大統領が位置づけられ、その下に陸軍と空軍を、セクレイトリアで LAA、デイフェンスサナスヨナル、セデナが、海軍を、セクレイトリアでマリナ、サマールが所管し、それぞれ大臣が置かれている。また、メキシコにおいては、国防大臣及び、 海軍大臣には、現役軍人が就任する、軍部大臣現役部官制。陸軍と空軍の任務は他国に対する防衛、DNI、プランでディフェンスさなすようなる I、国内の治安維持、DNE、プランでディフェンスさなすようなる E、災害派遣、DN3E、プランでディフェンスンシャネル3に対別される。これに、 海軍の捜索救難活動を加えた者が主たる任務とされている。実際に行われた任務として、災害時の救助活動、人道支援活動、麻薬の取り締まり、サパティスタ民族解放軍への対応等が挙げられる。メキシコ陸軍は、2015年9月の2016年度予算では19万2483人、予備役76、500名を有しており、 司令部と警備部隊、独立部隊に編成されている。警備部隊は、12個軍管区の下で45個軍区に割り振られている。メキシコ陸軍は、2008年には、機関部隊は、機動運用が行われる部隊として9個、不評旅団により3個軍団が編成され、警備部隊としては、各軍区に1個不評大隊300人を配備、これに加えて、機兵連隊もしくは、 公兵連隊が特定軍区に配備されていた。2010年代初めには4個機候旅団、3個機械化旅団、3個独立不評旅団、1個軽不評旅団、1個空挺旅団、3個軍警殺旅団、1個公兵旅団が編成される見込みであったが、ミリタリーバランスによれば2015年の段階で1個機候旅団、1個機械化旅団、2個独立不評旅団、 1>, 1個空挺旅団、3個、軍警察旅団と、旅団規模の大統領警備隊に泊まっている。さらに2個旅団を有する特殊作戦軍、及び1個旅団を有する、水陸両用特殊作戦軍を保有している。小銃は、7.62X51mm、ナトウ弾を使用する H&KG3 から、5.56X45mm、ナトウ弾を使用する。 FX-05 集合アトルによる更新が進んでいる。FX-05 はドイツ製の H&KG36 との類似性が危惧されたが、H&K 社が法的問題は存在しないとの見解を示したことで解決された。このほか、特殊部隊では M4 カービンも使用されている。機関銃としてはミニミケ機関銃。 H&KHK21 をライセンス生産した MG21、M134 MG、ブローニング M20 機関銃等が使用されている。拳銃は H&KP7、ベレッタ M92、FN57 等が使用されている。対戦車火力としては、対戦車ミサイルはミランが、対戦車ロケットとしては B-300、RPG-7V に、 ライセンス生産されている RPG-29V 等が採用されている。対戦車砲は M40-106mm 無反動砲が用いられている。迫撃砲は 120mm 迫撃砲 RT から M29-81mm 迫撃砲、M1-81mm 迫撃砲、ブラント6 0 m m l r ンモーター。 国産のモーテを 60mm 迫撃砲まで様々な口径のものを採用している。榴弾砲は 105mm 砲として M101、オートメラーラモット56、ノリンコ M90 等が採用されている。戦車は保有していないが、装甲偵察車として ARC90 装甲車、装甲兵員輸送車としてによる国産の DNV トロ、 プラサンサンドキャットとそれを国産化した DN サイ、対戦車車両としてミランを搭載した VBL 走行車自走砲として DNV2M875mm 自走榴弾砲の砲塔を搭載した自走八十一弾砲 81mm 迫撃砲を搭載した DNVPM ポルタモーテイロ自走ロケット砲としてを車載したもの等が配備されている。 ソフトスキン車両としては、ハンビーなどをはじめとする、汎用車両、トラック等が配備されている。メキシコ空軍は、人員は1万1770名、航空機合計は390機で、そのうち作戦機107機、武装ヘリコプター71機である。空軍主独自の士官学校はあるものの、メキシコ陸軍と共に、メキシコ国防省に属し、行政上は、 陸軍の一部門とされている。メキシコが重大な軽空脅威に直面してはいないことから、その防空力は限定的なものであり、主力戦闘機はカイ、海マイナス 5E、海体が E、軽、e、10機である。その一方、密輸機を取り締まる必要から、空中早期警戒機を保有しており、ブラジル製の1機、また、海洋哨戒系を2機運用している。 メキシコ空軍の役割においては、重点は治安作戦の支援に置かれており、ピラタス PC-7、60機はコイン機として運用される。また、前述の P-99 のほか、偵察型の PC-7 や、ビーチクラフトキングウェアなど、相当数の監視機が配備されており、国境線において密輸監視に当たっている。 航空輸送戦力としては、有名な、米国製の C-130、12機をはじめ、ロシア、旧ソ連製安 -32、3機、イスラエル製、12機と多様な機体を運用している。また、メキシコ軍においては、競技の陸軍がヘリコプターを持たないため、その運用は、空軍が行っている。武装ヘリコプターとしては、小型の MD-530 回、 20機、大型の UH-60 ブラックホーク、6機がある。また、輸送戦力の主力は未マイナス8、8機、発展型の未マイナス17、19機、大型の CH-53D、4機である。メキシコ海軍、略称、サマールは、49,510平方キロメートルに及ぶ海域と、9,330キロメートルに及ぶ。 海岸線の警備を任務として、人員56、00名、艦艇189隻、航空機130機を有する。メキシコ海軍は、メキシコ湾、カリブ海艦隊、太平洋艦隊、航空集団の3つの機関部隊を編成している。主力となる水上戦闘艦はいずれもアメリカ海軍の中古艦で、ケツアルコアトル旧駆逐艦、9枚、 ギアリング級1隻、アレンデ級フリゲート、級マイノックス級4隻が収益している。ただし、メキシコ海軍はアスロックを運用しておらず、また、これらの艦はいずれも艦隊艦ミサイル、艦隊空ミサイルの発射機を搭載していないことから、その任務は洋上哨戒に限られている。このほか、軽武装の哨戒艦が30隻配備されているが、このうち、 九百八十八トン六隻、千二十二トン四隻、千三百三十五トン三隻、ドゥラン号級、千五百五十四トン四隻、千六百七十八トン六隻は、艦載機として、ヘリコプターの運用が可能である。その他、輸送用として、ニューポート級戦車用陸艦二隻がある。メキシコ海軍は、かなりの規模の航空部隊を有するが、それにもかかわらず、 対戦障害機を持たないという点で非常に特徴的である。関西機の主力は MBB505-11 機であるが、これは小型の武装ヘリコプターで洋上でのタイテロ、密輸阻止に用いられる。また、固定翼航空機としてはイスラエルより引き渡された E-2 早期警戒機3機があり、密輸阻止に大きな効果を上げている。このか。 カーサ C-212 海洋召喚機、7機、アン -32 輸送機、6機がある。なお、メキシコ海軍は練習保船としてクアウテモックを有していることでも知られている。導船は練習航海の一環として、たびたび日本にも寄港している。これは海軍が練習用として保船を運用する少ない例の一つである。 このほか、メキシコ海軍は、保有する艦艇の整備修理と紹介艦艇や、小型艦艇の建造を行うための、略称、アスタイマールを、メキシコ湾岸に2カ所、太平洋岸に3カ所保有している。2000年代に入ると、国内の麻薬カルテルの構想が激化。政府、警察、陸空軍関係者が、金星や暴力、強括により協力を強要されたことから、 マフィアの摘発さえままならない状況となった。こうした状況の中、2006年に就任したフェリペ・カルデロン大統領は麻薬組織との対決路線を選択。麻薬組織との関係が薄い海軍及び海軍参加の海兵隊、海軍風評を組織的に利用して摘発乗り出した。2009年12月16日、メキシコ海軍が ベルトラン・レーバ・カルテルの拠点を襲撃して、組織のボスを射殺する成果を収めた例があるが、襲撃した場所は、海軍、海兵隊とは関係ないはずの陸部の都市クエルナバカ、市であった。また、2014年には、海兵隊が、シナロア・カルテルのトップ、ホワキングスマンを逮捕している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。